どうも、岡田隆二です。寺崎大志です。今回はですね、はい、筆の履歴書、はい、筆さんがやる、これからやるんですよ。今日が9月15日で、筆さんが17日仕込みの18日から本番18、19、20そういうのやつの今度の小道具を作ろうと思います。段、はい、ボール使います。段ボール使います、はい。この YouTube を見てくれてる人はダブルで面白いというふうな感じになればいいかなと思って、真実の口っていうふうな今度の真実の口を作ります。真実の口っていう本だって分かんないまあまあいいや、その辺はまあまあダンボールを使います。これがね、どうやって真実の口になっていくのかを、まずはですね、テープを取ります。はい、はい、テープ取りましょう。っていうふうな感じになって、はい、テープが取り終えましたと。取り終えましたと。まあまあ、ここぐらい大丈夫かなっていうふうな感じになりますと。そしたら、真実の口、丸いんで、円を描きます、はい。どうやって描くんですか。袋を縫う。そうですね。はあ、はい。マジックを。マジックを縛り付けます。まあ、大雑把ですね。これでいきましょうかね。丸描きたいの。糸があって、マジックがあって、ただただこういう風に僕の右手が、中心になるわけですね。こういう感じですね。端いきます。真実の口が石なんで、大体でいいんです。石はボコボコしてますからね、そうです、はい、できましょう。大体のようにね、そうですね。結構綺麗に描けるもんですね。そうなのよ。ただもっと正確にやるときは、また違うやり方をやるんだけども、今回ぐらいだったらね。そうそう。で、これを、周りをカットします。結構綺麗に丸がね、描けましたね。描けましたね、はい。で、切っていくと、はい、見てください、はい、綺麗な丸ができました。あっという間ですね。綺麗な丸、ってる。あとはもう真実の口のイメージとイメージな感じで、まあなんとなくだけど、これも見えなくなるから別にいいんだけど、描くと、どんな顔がいてる。ここに眉があるんですね。で、ここに目ですね。穴開けちゃいます。で、鼻あったっけな。真実の口、今更になるけど調べよう。まあですね。まあまあまあ。で、これをどうやってやるかっていうふうなですね。まあイメージはこんな感じです。どんどんこう段ボールにこう貼っていくってことですね。そうなんですよ。それがね、なかなか手が汚れることになります。え？はい。じゃあ用意します。用意します。はい。ですね。このアミノールってやつなんですけど、これ壁紙とかの、糊ですね。これ専用糊みたいな。そう、こんな感じです。全然硬いんです。こことかは過去に使ったからカチカチなんだけど、ここはちょっとやばいんですね。で、これ麺つゆで凝縮ってあるんでしょ、濃縮感、濃縮っていうやつと同じなんですよ。濃いの、これ濡れないから、これこうやって、取って、これをお餅みたいなんか、そう、水で薄めるの。へ、あ、これも水で薄めるのか。もう取れない。
もう取れないよ。乗りじゃんね、だってね。まあね、こんなことやっていくから自分の指がどん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 引かれていくんですよ。ボードオフとかやってると、もう皮膚がちょっとやられてるんですよ、これ。全然取れない。うわ、ほんとだ。で、薄めてからやりますわ。今こんな感じ。これを水で薄めてきます。はい。だいぶもうこれでもくっつけよ。細かい玉をね、うん、マシ。綺麗にしてんのか汚してんのか分かんない。はずき洗いしてよかったよ。もうピチャってやるとノリが飛んでくのよ。でこのセットもまた使うから何やってんだかよく分かんない。 OK。 そしたらノリが完成と。完成で、ちょっと高いってやってないけど、いや、わかんないでしょ。でも、なっていくから。こんなんでうまくいくのかよと思うんだよ、本当に。そうやってやってきたから。